エンジンかかってるからまずはドライブ。はい、ドライブモード、まあ、最初からドライブで走っていただいてもいいですし、うん、あとは横にスライドさせてマニュアルモードで。これでマニュアル、はい、はははは。で、あとプラスマイナスありますので、こちらのシフトチェンジでも大丈夫ですし。なるほど、はい、パドルシフトでも大丈夫です。ははは、ま、一回ちょっとまずオートマで行ってみる。そうですね、2周回りましょうか、はい。コース短いですから。あ、そんま？はい、いいですよ。今度はまずこれで、はい、で、サイドはこれは、あ、これか。はい。だってね。はい、じゃあサイド下ろしました。じゃあ行きまーす。うん。ここは左でていただきます、うん、はい、一つ目の信号を右に曲がっていただきますので、うん、はい、出たら右側の車線に寄ってください。はい、あ、アイドリングストップですね。そうなんですよ、アイドリングストップします。ほほほ、おお、はや、もう法定速度。え？で、あの、速のショックが、まあ、大きいというか、分かりやすい。そうやね、わ、わ、うん。なので、アクセルでこう変速していただくと、滑らかに変速していただけるようになります。こう、ふっと抜いていただいたりとかする。うん、うん、うん。そう、今そうやね、踏むときに一回ガクンとなったんはそういうことなんやね。はい、はあはあ、右折の信号出ますので、それまでお待ちください、うん、はい、あ、じゃあアイドリングストップやね、はい、そうです、うん、ミッションを置いてる店舗だと、うん、やはり日曜日とか土曜日とかになってくると、うん、5組とか6組ぐらいお待ちいただいてたりとかしたみたいですね。すごいね、今最近ね、若者車離れとかいろいろ言われたりね、ミッションなんかもういらんやろとかって言われるけど、意外にそうやって来るんやね、みんなね。ただやっぱり若い方は普通のオートマ、うん、あ、年寄りが多い僕みたいな、ひょっとしてハスラーとかの方が多いみたいですけど、ワークスワーの知ってらっしゃる方が、そうなんや、はい、やはりもう久しぶりの復活に。なあ、そう、そうやね、僕もちょっとワークスって CM 見たってちょっとえって思ったもん。RS あんのになんでみたいな。でもRS を乗られてた方がワークスに乗り換えとかされてるお客様もいらっしゃるみたいですね。まだ1年も経ってないんですけどね。そう、あ、そうなんや。 RS が発売されて昨年の、3月の発売だったかな。あ、そうか、このカクンっていうのはアクセルワークをうまくすると綺麗につながるんかな、はい、あ、なかなか難しいねちょっと慣れないと、そうやね、乗りづらいと思いますけど、ほほほほほほ、あ、なんか音もいい感じだけど、あ、ここ40なんや、え、40だね、うん、そこが横断歩道のところを右に、右ね、はい、はい、このホールド感が半端なくてすごくいいわこのシートすごいね。 RS より、ね、20万高いですからね。おお20万ですね、150万、 RS が130万ですから。あ、で静か、静粛性高いよね。静か静か、他のね、乗用車に比べるとうるさいって言われる方もいらっしゃるんですけど、まあまあスポーツタイプのね、うん、あ、今また3速なんや、これを右ね、はい、右です。4速までしか上がらない。あ、やっと5になったうん、ちょっとねスピード出ないと。十分静かやと思うけどな。今のって他のはもっと静かな。え、これどっち？そこ右です。右ね。はい、あ、一周回った感じやね。はい、そうです。あ、はいはいはい。なるほど。はい、このまま同じコース行きましょうか。あ、ありがとう。うん。マニュアルで。そうやね。今度はじゃあ、はい、マニュアルには右にシフトして、はい、今4、はい、5、あ、そうか、4。なるほど。で、ちょっとちょっと落として2で、ちょっと今後ろおらんからと、
なるほど、これ面白いな。これはこれでね。確かにマニュアルチックにはなるんやね。ははは。これマニュアルにしたまんまやと、あ、位置に落ちるんかな、はい、自動で。そうですね。うん、一応制御というか制限は今のシフトに。なるほどね。下がプラスで上がマイナス。この AJS も好みがすごい、あのはっきり分かっちゃうんで、あのいいね面白いねって言われる方もいらっしゃれば、もう全然ダメだと思います。なるほどなるほど。あーやべやべ出過ぎだ。そうか、これはちょっと高速とかいかんとこいつの進化は発揮できないね。そうですね、街乗りじゃね、ちょっとね、この車が多いところ、さっきオートでも3か4までしか上がんないしさ、うん、いや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 、なんか普段こういう道使ってて高速まで出るかって言われると、まあまあそうやね、そう、オートの時のこのアクセルワークも難しいね。どうしてもガクンってなってまう。なかなかコツのいる車やな。これ右やったっけ。はい、はい、ここ30なんやね。まあ、サスもやっぱり若干固めかな。そうですね、やっぱりね、スポーティー車やからね、はい、でもこれでちょっとコーナークイッと行ってみたい感じやな。面白いでしょうね。面白いと思うな。これ6個とか行ったら絶対楽しいよね。あ、うん、いや攻める腕はないねんけど。あ、難しいな。あ、4駆ってこともあるか。あ、そうですね。そうそう、4駆なの僕初めてなんや。 あんまりね、こういう車で4駆乗る方いないかもしれないですね。で、この雪の降らないうちのお店に4駆が来たのかが謎ですが、ちょっとマニュアルで行ってみますね。あ、もう一足で終わりやん。ダメだこりゃ。なかなか走れるコースがね、あれは。そうやね。これでもなんかインパネデザインとかもすごいシンプルで、そうですね、なんか良くも悪くも鈴木さんらしいなっていう感じがするな。やっぱりあの、もともと普通のアルト自体も、うん、結構今回モデルチェンジ、去年モデルチェンジしてから、あの男性のお客様がすごく多いんですね。うん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 、ちょっとこう可愛さが今まで少し、うん、あの長かったので、うん、ちょっとこう、まあまあ本当に普通にシンプルで、うんうん、まあ、何もないって言ったら何もないですけどね。うん、いやでも好きやわ、これシンプルな方がいい。最近なんかちょっとこうゴテゴテこう、うん、ディティール作りすぎな車多いから、ね、あとあのこうパカッと開いたり小物入れが出たり、うんうん、あと引き出しが出てきたり、うん、ケーブル出てきたり、うんうん、いろいろあるけど、いや俺結構こうシンプルなん好きやな。本当にあのベーシックな、ね、そうやね、うん、いいわいいわ。そうなので、あのこのアルト、まあ普通のアルトもそうなんですけれども、うん、あの女性のお客様だいぶ少ない、少なくなります。まあまあそうやろな。うん、あの普通の、アルトの方もあのやっぱり男性のお客様が非常に多いんです。あ、そうなの。 あのベーシックなやつ。そうです。あ、うん、今話題のベッキーが使用してるけど。そうなんや、いいな。いや実はね、2ヶ月後に車検やね。あ、そうなんですか。7年目のどうしようかとはちょっと思ってることは、間に合わないかもしれないです。もうそんな好評なの。ね、今ね生産、まあ、注文、うん、ご注文いただいて、うん、一応、今からのご注文だと3月以降のお車の生産の車になります。だだだだだだ、そう大人気なんや。そうなんですよ。RS もね、最初、まあ、まあ人気で売れてて、うん、結構もう本当に、
年明けてご注文いただいた方で5月ぐらいに納車させてもらった方とかいらっしゃったりしたので、そうなんですよ。思い出のか何年か前のね、あのハスラーの時は、ああハスラーも 今でも大人気やしね、すごいよね。そうなんですよ、ハスラーはあれはひどかった。早い早いです、ここぶっ飛ばしたい、すごいです。いやーありがとう。いやーすごいわこれ。